クリケットチームのブレザーブレザーは、上着、ジャケットの一種。形状により、リーファージャケットまたは、スポーツジャケットとも呼ばれる。金属製のシャンクボタンや左胸のパッチポケットに、貼り付けられたエンブレム等が特徴として挙げられるが、現在の欧米ではこれらの特徴がない、テーラードタイプの上着も、ブレザーと称する。生地は、耐久性のあるウールが多いが、 面や革製等のものも存在する。色は、根系等または、黒のものが多いが、原色系を含む、様々な色やストライプ等の柄が入ったものもある。フォーマルに着られるもの、学校や航空会社等の制服には、根系等または、黒のものが多く、カジュアルなものや、スポーツクラブの制服には派手な色や柄のものが多く、見られる。リーファージャケットの制服。 マイケル・マレン・アメリカ海軍大将と、最先人上級兵総長学校、航空会社、ヨットクラブ、セキュリティ会社、スポーツ大会に出場する、選手団の制服として多く用いられる。いずれも目的はスタイルによる、視覚的な統一性の向上にある。IB ファッションでは、基本アイテムとして、霊装からカジュアルまで様々な着方がされている。前合わせが、 シングルのものとダブルのものに対別される。これらは起源も異なり、別のタイプの上着が同じブレザーという名前で呼ばれるようになったと考えられている。スポーツジャケットと呼ばれるのは一般的にシングルのものである。胸にエンブレムがつくことが多く、明るい色調のものも多く見られる。リーファージャケットは金属製シャンクボタンのダブル形式で、 左胸にウェルトポケット、腰に切り込み式のフラップポケットが付く。色は濃紺または黒で、一部に白のものが見られる。世界中のほとんどの海軍及び沿岸警備隊に制服として採用されており、日本でも海上自衛隊や海上保安庁が同様のジャケットを採用している。ブレザーの起源には2つの説があり、それぞれのタイプのブレザーとなったと考えられる。 モーニングコートから変化したクリケットやテニス用のジャケットから着ていると考えられている。1829年、ケンブリッジ大学とオックスフォード大学のほぼ中間に、あるテムズ川において、初めて両校対抗のレガッタによるボートレースが開催された。その際、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジのボート部、レディマーガレットボートクラブの小切手たちが母校のカレッジカラーである。 燃えるような赤のフランネルのジャケットを着用していたことがブレザーの起源と言われる。これがシングルタイプの起源とされる。それはボート部員が防寒用に着用する緩めのフランネルジャケットでどのボートクラブも遠方からでもすぐ認識できるように派手な色やストライプ柄を用いていた。同カレッジの赤いジャケットはジョニアンブレザーと呼ばれ次第にブレザーと 一般用語化していったと言われる。19世紀半ば頃には、ボート部員だけでなく、クリケット、ラグビー、サッカー部でも着用するようになり、チャールズ・ディケンズ編さんの1885年の辞書にも、正式なクラブカラーを使用した、運動部員用のフランネルジャケットをブレザーという、レディマーガレットボートクラブの赤いジャケットから来たと思われるとある。1890年までには、 フランネルのルーズフィットなカジュアルジャケット一般をブレザーと称するようになり20世紀に入るとアメリカの IB ーリーグの大学もブレザーを採用するに至った。前合わせがダブルの上着の起源はポーランド騎兵の服装であり乗馬の際に風が入らないように前合わせがダブルとなったと言われており18世紀には広く軍服に使われるようになった19世紀初頭には プロイセン軍の軍服であったプルシアンブルーのフロックコートがイギリスに広まり色がさらに濃い色調となったそしてイギリス海軍の将校用制服にも解禁でネイビーブルーのフロックコートが採用されたこのイギリス海軍将校のフロックコートを動きやすいように丈が短くしたものが士官候補制用の制服となりリーフィングジャケットそして リーファージャケットと呼ばれるようになった。現在一般に着用されているリーファージャケットにも金属製のシャンプーボタンがついているのは軍服であった名残であるとされている。このタイプの語源はイギリス海軍の軍艦ブレザー号であると考えられている。ブレザー号の JW ワシントン艦長がジャケットを揃え、全乗組員が着用した。そしてこれを見た。 他の間でも、制服をあつらえることが流行した。色に関しては、ブルー、一色説とストライプ説があり、はっきりしないが、イギリス政府のサイトでは、ネイビーブルーと白のストライプのガーンジーと呼ばれる、ニットジャケットであったとされている。乗組員の制服を揃えたのは1837年に、ビクトリア女王の貫越を受けた際であったという説も、あるが、 イギリス海軍公式サイトにあるブレザーのコーでは1845年であったとされており水平の制服が正式に導入されたのが1850年代であることからこの方が説得力があるとする指摘もある日本の女子高生の制服紺色で金色のシャンクボタンだが合わせはシングルとなっているシングルの場合左胸のポケットは フラップのないパッチポケットが多い。縁取りされたりする場合もある。エンブレムが取り付けられたり、刺繍が施されたりすることがある。ダブルのものは、ウェルトポケットが一般的である。制服の場合、所属組織のエンブレムが付けられている例が多く見られる。シャンクボタンは、金属製で、金、銀などのメッキが施される場合が多いが、中には、プラスチック製のものもある。 ボタンの数は2つか3つが一般的である。3つボタンの場合は中1つ掛け、2つボタンの場合は上1つ掛けが多い。リーファージャケットの場合は3段または4段が一般的である。通常は襟があるが、商工学院のように襟がないスタイルのものごく一部ながら存在する。リーファージャケットは濃紺または黒のものがほとんどだが、 スポーツクラブの制服やカジュアルなものには様々な色やストライプ等の柄物がある。制服として組織のスタイルを統一するためにも用いられる場合、用いられる色は非常に重要である。ブレザーの配色にはナショナルカラー、スクールカラーなどの所属する組織を体現する色が用いられることもある。ブレザーはユニフォームとして用いられる場合には、 これに合わせるボトムスも統一されたものとなることが多い。大抵の場合スラックスである場合が多いが、血のパンツ、半ズボンや、ハーフパンツで合わせる場合もある。女性においてはスカートで合わせる場合もある。制服として用いられるのは通常ワイシャツやブラウスだが、ポロシャツを採用する制服も存在する。海外のパーティーでは、ネクタイやリボン以外にも、小ネクタイや、クロスタイ。 アスコットタイ靴も、ローファーなどの革靴をはじめブーツ、スニーカーなど、多数の組み合わせを用いている。アメリカのメジャーリーグや日本のプロ野球、アマチュア野球の審判員が着用するブレザーは、現在は、色が濃厚で、サイドベンツ、ズボンはグレーが、一般的。左胸のパッチポケットに、リーグのエンブレムがつく。 メジャーリーグでは1970年代にワインレッドのブレザーとパンツが着用され、日本のプロ野球でもパリーグが1978年シーズン途中から1992年までは青のブレザーとズボンを着用したことがあった。その他の機能としては、両肩がノーフォーク仕様で、両ポケットがボール袋を兼ねて大型に設計されていることである。以前は、 セバンドが入っていたが、現在は入っていないのが主流である。また、ブレザー全体に撥水加工が施されたものもある。しかし、現在の野球試合ではブレザーを着用して裁くことは少なくなり、もっぱら類心、外心はブルゾの着用しての審判で、球進だけ、半袖シャツかブレザーというのが主流である。辻元 P113 エイミス P34 から36辻本 P113 辻本 2012P94 から95ハット ABC ブレザーヒストリー A サビーローバイイングガイドサビーロー辻本 P113 から115ハットエイミス P34 から36エイミス P3564 年東京五輪日の丸カラーの公式服装をデザインしたのは誰か安城久子ヤフー 2016年9月6日 ABCD How, The Brother Got It's Name Town and Country, 純 17, Slang and It's Analogues Past and Present, A Dictionary.Historical and Comparative of the Heterodox, Speech of All Classes of Society for More Than Three, Hundred Years, Volume 1 John Stephen Farmer, 1890, The Eagle. A マガジンサポートバイメンバーズオブストリートジョンズカレッジボリューム十五ワットメトキャフ千八百八十九エーディクショナリーオブユニバーシティオックスフォード千八百八十五マクミラン千八百八十五膝丈で前合わせがダブルの上着プロイセン軍の軍服であった頃はリツエリーだったがやがて解禁のものも現れた方を畳むものの意味展示て 主観候補生を意味するようになった。エイミス P35 イギリス政府の、サイトハットノットイナフルームツースイング、エイキャット、ネーバルスラングイッツエブリデイユーセージマルチン、ロブソン、ブルームズバリーパブリッシング、オクト1、2012田所辻元辻元 P117 から118。ありがとうございます。